こう、グリーンギリ。おい、握手は握手でしょ、握手した方がいいですよね。全部解放したろうが、ほら握手、握手、誰が握手なんですか、ボケこれ。え、ゴッ、うわyou
しっかりほら頑張れしっかり頑張って頑張れほら
全然応援してくれない。来るよ、ほら。うわ、ほら。
思いっきり当てる、思いっきり当てる、当てる、当てる、当てる。頑張れ。耐えて耐えて。¡Gracias!
見ろ、相手を見ろ。走るよ。試合で頭を打ってちょっと正直わけが分かんないです。そんな深刻な悩みはないです。ちょっと藤田実と試合したい。ちょっと今何が何だかわけが分かんなくなってますけども、春日の皆さんの応援のおかげで勝つことができました。ちょっと本当に今僕がこう立って喋ってますけど、ちょっと今何を言ってるか自分自身分かんない状況です。それだけちょっと頭のダメージがあるんですけど、大丈夫でしょうか。すみません、いいですか。はい、すいません、今、本当に自分自身が何を喋ってるか
よくわからないような、状況なんですけども、かつかしの皆さんのたくさんの応援の声で今日はこの春日大会超満員でやることができました。あちらにですね、あのスポンサーさんの、名前が掲載されてますけども、あちらの皆さんのおかげで今日この春日市大会を無料で開催することができました。本当にありがとうございます。また来年ですね、来年春日にまた九州プロレス、もっともっとさらに大きくなって戻ってきてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。今日は、ここにいる藤沢にある同じチームですけど、本当にこいつのことは僕は大嫌いなんです。大嫌いなのは今日ここ僕の大好きな春日のうちでシングル戦うことにしました。では大嫌いなんですよ。一つだけ言わせてください。大嫌いなんだけど、大嫌いなんだよ。藤田ブル、俺はお前のことが大好きなんだよ。まあそういうことですよ。大嫌いだけど大好き。まあ意味わかんないかもしれないけど、そういう気持ちなんですよ。だから俺たち、ここ春日でやるにあたって絶対にシングル戦うつもりでいました。そしてこのシングルでこの春日に元気を届けて、そしてまた来年さらに大きくなって戻ってきたいと思いますけども、皆さんまた戻ってきてもよろしいでしょうか。